伊豆アルマ。アーカイブじゃねえよ。夢犬さんどこにいたかによるけど、アーカイブから誰か入ってきませんでした。3人見た記憶あるんですよね。覚えてない。アルマイズですれ違った後に、もう一人あのラウンジ近辺で会ったかなって記憶があったんですけど。じゃあ行きますかね。はい、お願いしまーす。お願いします。いやそういうことでね、やっていきましょうね。お願いしますよーんと、どこどこどんということで、クルーメイト。ビビるハッカー来い。クルーメイトやろうが。ビビるハッカー来いじゃねえんだよ。勝ちいける。これは気合いけば、気合で勝ちがいける。勝ちいけたー。勝ち申した。ついでに見ちゃおう。バイタルチェック。ちょっと面白いな。体調悪なったんちゃうかなこれ。あ、倒れちゃった。普通に倒れちゃった。36度7分だしかないと。バイタルチラッて見てて、停電明け直後は全員生きてたはずですね。あら、おお、アルモモは結構直近お互い白ですね。真っ白アルモモ、ジーズもまあ展望で、展望で配電盤前にいたのがイズさん。はい。おーい。宿舎探話キー、金庫ダウンロード、金庫吹き吹きで終わりです。一人です。あ、俺向いてる。貨物探話キー、ゴミ抜き、アーカイブの本タスクで終わりです。最後。パタサコはどっから押しに行ったの？エンジン脇きです。あ、エンジン脇きか。アルフジが左に行くの見てます。うん最後停電治る直前からにコミュ前で左から右行った人どなたですか？これとアルマくんやと思う。コミュ前、あ、左から右にはアルモモで一緒に行ってます、ね。あ、二人だったのか。うん、アルモモは、うん、あ、ごめんなさい。アルモモコックピットコミュエンジン宿舎したくらいまではずっと一緒にいるんで、後半。停電中でも見えるところだったから大丈夫。100% 無理ですね。浮いてるのが俺天はどう？梅天はね、みんなに挟まれてます。停電なる直前でぶっ壊で藤宮くんとすれ違って藤宮くんそのまま展望行って梅木は武器庫の上の順位しまって展望の方に、向かってる最中、キッチンのケチャップ前に。あ、確かに停電中に上タスクに行く人はいた。停電してないからの時に、うん、いた一人いたから。じゃメイン脇とかか。あれならピカさんの方だけ。ピカクロスが単音だったんだね。はいはいはい。その後エレキに降りて勝ちタスクやって停電になったんでバイタル見ようと思って見て停電が治ったぐらいで閉じてた感じ。あ、じゃあ完全にアーカイブですかね。あ、アーカイブ貨物宿舎メイン。まあ、停電直したのは伊豆さんで合ってる？いや、俺は見てるだけあった。一番最後にどこが上がったのかも知ってる。え、じゃあ奈良子さんが触ってたってこと？ほらほら、貨物かアーカイブでリアクター見るかね。お、まあ、貨物なった高田さんヒットになっちゃうね。チョコキ右だったらピカさんもできるんじゃない？ゲンさんもできるか。あ、私もバイタル情報だけだからね。確かに証明取れないし。あ、藤宮さん触ってないんや。俺触ってない。なるほど、ね、どなたと回ってないのがむしろその位置にいた証明になること思います。はい、停電の話が本当だったら多分あれじゃないかな、高田さんは引き続きになっちゃうんじゃないかな。おっきい。減産しんの？あ、減産しんの。あら、2秒以内です。あ、シェリフです、2秒以内です。じゃあ、高田さんに白打てます。昇降機右でリアクター直しての高田さんです。左は藤井桃。うん。が触ってた。俺は入力した。藤宮君の入力早かった。僕浮いてます。ラウンジです。貨物脇、金庫、ダウンロード、ラウンジ配線で終わりです。浮いてます。展望ダウンロード。梅県メインの除染。あとすみません。さっきの訂正なので、僕、ハイデマ触ってましたわ。あ、本当？よかった。
はい、触ってたのに多分俺が直したかな。タプロス確かキッチン分けエレキ残ってる3つのボタンタスクを終わらせて、そのはメインに上がったタイミングで確か、リフトが鳴ったんで、シャワーアーカイブ昇降機右って感じです。白出るのがリアクター組の右左ですよね。右がごめんなさいになるかな。タカアルだっけ。いや、高伊豆、まあ、右が伊豆高、はい、うん、俺はちょっと伊豆がいるかどうか知らないんだけど、俺はまあいたからいたんじゃないって、まあうん、まあ割と早く治った印象あるし、うんうんうん、左が早かった。左が藤宮トータス、藤宮トータス、はい。でそれ以外が多分全容疑者だよね。ジタス、イズタカで、サンドス、シェリフ、キチがピカール、サコ、梅、うん、うん、いやーこのリアクターなんかお土産かなって思っちゃったからね。お土産シュー、そうだったら票が入ってる高田さんかなって思ったけど、20秒きっかりで、うん、直せボタン連打してたけど、でも右をイズタカが直してるんでしょ。で一応一つ言いたいのが、藤宮さん直してたんやったら、首都の停電は左から順番に上がっていって最後一番右、さっきちょっとあ、本当気を取られて他のこと、もし高田さんが陣外で変わってんやったら、ローローしかないってことを言いたかった今。いやそうなんよね、だからうん、ちゃん今回そんなことするかなってなっちゃうの。今回はスキップします、決めきれません。はい、はい、ちょっと、まあ、初動一応ピカ梅逆走したのは気になったぐらい。あれもう一人誰だっけ、あれピカ梅、またそこも行きます、パタか、はいはい、はい、1分を経過しない限り絶対切りません。はい、1分を超えてた場合は自爆する可能性があります。はい、うん、はい、感じていきます。次元爆弾一回ボタン押さなきゃダメだね、さすがに。というっていう時にこれボタン押しに行かないとね。一体なんでアーカイブで湧く、イズアルマアーカイブじゃねえ、貨物だ。はい、これサボ行く、サボ行く、サボ行く、マスク行く。いる。米サボの中。今回も浮いてるテープタスクです。セキュリティの。はい。どうやって入りました？メインエレキセキュ。少なくともキルに関われない人が、アルマイズは絶対関われないと思う。序盤に二人を貨物トイレタスクのところに置いてってるの、置いてきながらサントスさんと一緒にシャワーまで走ってる。あら、最後タオルタスクに来た人誰？はい、僕です。サントさんがシャワーの配線に行こうとしてるの見てます。あ、そうそうそう、 OK。 ここまで。いや僕がね、そのピカスに置いてかれた後、後半ずっとエレキエレバータスクをやってて、エレキまあ奥に行ってるから分かんないな。ちょっとエレキやったらアスタリスクだけ上げ上げだけ、その後すぐにテープタスク。タカトーってどんな感じです？これは今展望デッキでアップロードしてます。宿舎脇ダウンロードして、今ミーティングの、ゴミ捨てのあと、うわーむつ。タカトーから決めたいと思ったけど、タカトー2キル目無理なのよね。今回と2キル目が違う。梅健さんどこにいたかによるけど、そのアルマイズに関しては あくまでも藤宮キルに関しては関われないだけだから、コミの方は無理ってことですよね。あ、そっかそっかそっか。梅健さんどこでも梅健さんの死にないんだよね。コミの方やったらもう高藤で確定なんすか。あれ、分からんけど、イズアルサントスが弾ける状況、ピカさんがレポート、畑さんが石油ですよね。うわーこれむず。サントさんとトータスが一番白いかな。まあシェリフだから、シェリフとトータスが一番白いと思うわ。ちょっとシェリフ以外だったら、アルマトータスさんはあんまり高くないから、
他かなって感じ。俺がジンガやったらアルマくんまでジンガにならんと俺2キル目が無理やから、1キル目もアルマくんと無理なんで。あ、そうっすね、うん、そうだな、うんうんうん、俺が人外だった場合ってもう相方伊豆ぐらいしかない。いや、そうなんですよね、うん、そうですね、うん、ピカタカ伊豆。え、でも2キル目残りますさん。いや、そうそう、だから2キル目が俺と宝さん、うん、伊豆がむしろ取り合って、宝さんっつうのはもう高伊豆。あ、いや別にそんなことないんじゃない。いや、あのターンだけ宝さんがキルしてなくて、そう、あのターンだけ、そう、あのターンだから、そう、あー、なるほどね。これ誰かすれ違ったような記憶あるけど、サントスさんにも使うか。おお。別に高伊豆じゃなくても高田さんインポスターはあるかなと思って、2キル目してないだけで、うん、そうそう、言いたかったのはそれだけですね、うん、2キル目の原産のキルに関しては無理ですよってだけです。サントスさんに確認したいんですけど、一緒に貨物ラウンジで通って、はい、あのアーカイブ貼りましたよね。はい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 。あ、そうか、2ターン目って1キルか。あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。でその時に、アーカイブから誰か入ってきませんでした。3人見た記憶あるんですよね。覚えてない、わかんない、わかんない、ごめんなさい。あの富士宮さんレポートの時だよね、ピカさんが。 それがもうワンチャン梅健さんだった説あるのか。私はもしかしたらあの 数数え間違えたかもしれないけど、伊豆、あ、アルマ伊豆ですれ違った後にもう一人あのラウンジ近辺で会ったかなって記憶があったんですけど、サントさんじゃなくてってことですか。サントさんが確か先行して私の前を走ってたはずだから。ああ、そうなんだ。あのターンは確かアーカイブに僕とアルマとあと高田さんがいたはずで、イザールマが最速でアーカイブラウンジ方面抜けて、僕はトイレの助け合ってます、うん、右から2番目のトイレにイズさん、一番右にサントスさんが入ってってるのを見ておいてって聞いてるって感じ。ピカさんは基本もう白目で見てるので、ピカさんの情報が正、私は分からないんだけど、正だった場合ってどうなりそう。まあアルイズが一気に怪しくなる。アルイズが一気に怪しくなるけど、まあまあ、ね、まあ、あくまでも私がアルイズ外したのって結局藤宮キルに関われないだけだから。あ、そう、いいと思う、藤宮キルの前提でいいと思います。それが仮に梅健さんだったらって感じかな。もしそうだった場合はトータスさんもミーティングだったよね、あの時。じゃあもうギシャ伊豆旗ぐらいですか、ピカさん白浮き戦だったら。いや、わからん。梅健の所在地不明だから、その私の情報が合ってれば、合ってるか否かになっちゃうね。薄い要素なんだけど、今、コミサも治ってみんながミーティング行く中、ボタン押してないアルマさんが金庫に入っていったビクロがビクロかなと思います。ああ、僕、コミサも治してます。だったら。僕が、このターンコミサも治してるんで、僕がわざわざボタンに行くまでもないと思っている。誰かが行ってると思ったので。伊豆ある旗の宅、高田さんが今日と本物やったら、ああ、入れるのか、うん、で、高田さん旗だったら僕より伊豆さん優先だと思うけど、旗伊豆、ごめんなさい、僕に入れたの誰ですか。僕です。ある旗、ああ、ピカクロ、おお、あ、これ大丈夫、これ関係ないか、うん、へー。まあ伊豆さん入れた結局の理由としては、まあ伊豆高田のラインがあるという要素と、私が見た人物が梅健さん、いや、会ってて梅健さんであるっていうところになってくると、容疑者位置としては伊豆アルマになるはずだから、両方の要素を合わせると伊豆さん優先かなって判断。いや、ごめんなさい、最後今かぶって伊豆さん入れますって言ったのかと思っちゃった。ああ、クルーの待って待って、はん、え、もうまあいいや、高田さん連れた前提にするか。うん、まあ現状はその高田さん、いや、てかそもそもバランス釣りなんてできなくて、7人盤面で高田さんを釣って僕まで釣るってなるとバランスで釣ってるから、うんうん、結構負け筋だと思いますよ。強労残りだった時に負けですよ、うん、だって高原どっちかに白が混ざってたらもう次1キロ入って負けだから。うん、高原さん黒前提で次を釣り入れた方がいいと思うから、僕は伊豆さんに入れた方がいいと思う。あ、もちろんもちろん。でね、伊豆高のつながりももちろんあるけど、本当に伊豆高、あ、まあ、だった場合釣られた時高原さん遺言あれなのかなっていう。
まあ、今大事なんて高田さんの釣りに行ったのってピカさんのレポート情報で、高田さんの対抗陣を盗撮したのは基本白置きっていうのはもう全体の認識でいいんですよね。で残りピカさんの死人、がほんまなんやったら右組の伊沢るまでいけない怪しくなるし、シンプルに単沖縄は畑さんの状況、うん、っていう中で、サントスさんが畑さんではなくアルマさんに向けたっていうのはさっきの、梅健さんの姿は私死んできてないけど、ピカさんがほぼ白だと思っていて、ピカさんがアーカイブくらいでいたっていう情報があったので、うんうん、おそらくアルイズで挟んでいるのかなと思ったっていう感じです。自分で言うのもすごい申し訳あれなんですけど、うん、僕結局、貨物の方に行ってダウンロードしてから小見様直しに行こうと、ラウンジアーカイブシャワー耐えてサントスさんを見かけてるんで、そっち方面なやったらアルマさんより僕になりますね、この死人がほんまなんやったら。そうなんだよね、それもあって、そうアルマさんより僕の方が近いです。伊豆さんに入れてるんだけど、あ、待って、ピカさんどっちに入れてる？あ、伊豆さんには入れましたね。あのその高田伊豆のラインっていうところの要素と、あとは位置関係で考えるとやっぱり伊豆さんが上がってくるからなんだけど、あの確か、あとまあいいや、残り30秒だから。いいよ、ピカさん喋って。高田伊豆でライン取った時って高田さんから伊豆さんって白って置かれてたっけって話。お金ない、見えてないって言ってましたね。だよね。そうなんだよな。だからラインが完全にあるってわけでもないんだよな。あ、わかんない。ちょっと難しいっす。まあ確実連れてるんやったらスキップでも僕はいいと思いますけど、シリフに任せます。わかんない。伊豆さんにします。なんか伊豆あるの？俺ない。トータさんとサボタージュ直しましたっけ？なんかは直してる気がする。パタサコ強靭だと思ってたけど。うわー、バットいないだろ。あれバットいない？ナナコさん、ナナコさん、ナナコさん、まあいないっちゃいない。いないっちゃいない。よ、死ぬな今日のことかね。やっぱ狂いです、ずっと。もう分かんなかったんで。ありがとう、ゲンさん。ピカさんに頼りました。大丈夫です。大事です。ラウンド入ってます。そうそう、入ってきてる。ナイスシーンだった。カウンセル切ってますね。ありがて。